どうも、白まみるです。そして、今日はじゃーん、どうも、のんせりのいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょっと一回じゃあ待っといてもらっていいですか。渡したいものがあるんですよ。何急に。ちょっと一人で、うん、行け行け。あの、先ほどまでね、ちょっと白まみるちゃんと一緒に僕の方のチャンネルでいろいろ恋愛話をさせていただきまして、不思議な子だなっていうのがなんか感じております。じゃーん、ご結婚おめでとうございます。ありがとう。わざわざ。はい、ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。はい、お祝いです。お花も、うん、はい、おめでとうございます。ありがとう。はい、それだけです。それだけです。はい、おめでとうございます。ありがとう。じゃあ、今から喋っていきます。ちょっと邪魔やわ。邪魔やこれ。あの、まあ、結婚、愛ですよ。うん、愛ということで、うん、インスタでその恋愛相談だったり、うん、質問をちょっとみんなから募集したので。なるほど。それに答えていこうかなという。わかりました。まあ、緩い感じでございます。でもさ、はい、シノマさんは、はい、あの、俺のチャンネルで恋愛話もしたやんか。はい、どうなの、その脳みそというか恋愛脳なの。あんまそんな風に感じなかったのよ。でも恋愛したいなとは思ってますけど、うん、経験豊富ではある？ない？経験豊富ではないですね。そうか、はい、だから分かんないですね。分かんないことの方が多いのか。そう、で分かんないからこそストレートに私はちょっとぶつけたいな。なるほど。こうある方がいいでしょう。うん、一つ目、はい、彼氏が本当に私のことを好きなのか分からないです、うん、私が自然に感じる方法がありますか。でもそれはもう彼氏に頑張ってもらわないとね。でも男の人ってあんま好きって言わないですよね。人によるよ。人によるよ。俺めちゃくちゃ言うもん。あ、素敵。うん、俺はそういうこと、奥さんにとか限らず、過去の恋愛でも言うもん。どういう時に言うんですか。いや、もうどんな時でも言うよ。テレビ一緒に見てて好きって気持ち悪い。でもなんか一緒におって、ああ幸せやなとかさ、あこの人可愛いなと思った時は好きやでって言うやん、なんか会話の流れでね。言う言う。どうやって女の子は男の人に好きって言わせる方法が知りたいですね。なんか聞くスタイルあるやん、私のこと好き。あ、はい、あれ言われたら男好きやけど言いたなくなんねん。あ、子供の頃にさ、お風呂入ろうと思ってたタイミングで風呂入りやーって言われたら、もう今入ろうと思ってたのにじゃないけど、それがあるから、俺はもう好きな相手に何かをさせる時って、結果周りの友達からの助言が一番俺動くと思うね。なるほどなるほど。やっぱ彼女彼氏の相手とのやり取りってさ、どうしても好きな相手やからこそ強がるし、見せたくないところもあるし、ね、天の弱になっちゃう部分もあったりすると思うから、それが周りの友達に言われたら、まあやらなあかんかって動きやすいやん。だから周りの友達になんか分からんけど、俺がじゃあみるちゃんと仲良くてさ、いや彼氏も知ってると、だから彼氏が好きっていう言葉欲しいけどみるちゃんが言ってくれないって時に、やっぱあいつも好きっていうこともなかったら不安になるで、たまには言うたれよ、うん、とかで動かす方が、そうですね、言いやすいというか、うん、動きやすいような気するよね。ああ、なるほど、めっちゃ勉強になる、うん、じゃあ好きな人の周りを攻めていくの。うわ、俺は一番ええと思う。でも私は相手がこうずっと自分より好きが上じゃないと嫌なんですよ。あ、もうじゃあ好き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 言うといてほしいの。言ってほしい。でも行動で分かるときない？言葉にはしてないよ。もちろん言葉にした方がええねん、好きっていう感情って分かってるけど、この目を見て、この目で訴える好きもあれば、この普段のこの何ていうの、立ち振る舞いで、あ俺は白馬見るの好きなんだよってこう動きもあるし、行動じゃ無理。無理。ちゃんと言葉にしてほしい。好き。なんで俺が言わんの。ああやないの。ああやらへん。今言われたから嬉しいです。嘘ついた。女の子と
1回ご飯はいけるのですが2回目につなげられないのですがどうしたらいいですか。その男の努力不足かな。あ、結局1回はいけてるってことは多分見た目はクリアしてるわけや、うん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 、だから最初の出会った感じの雰囲気とかでご飯行ってあなんかちゃうなと思われてるわけやんか、そこをやっぱりちょっと考えたんだよね。何があかんかったのか、だから喋ってる内容に問題があるかもしれんし、そうですね、ご飯屋さん選びとか、うん、考えるんですか。考える考える、決めてくれる方がいいです。うん、なんかパッて店の名前出してでもなんか食べたくないものとか嫌いな食べ物もあるやんか、はい、だから俺はどっちかというと大体まあ何食べたい、まあほとんどが何でもいいって感じだから、で俺3つぐらいあげるの、オムライス、ハンバーグ、エビフライ、どれがいいですかみたいな、分かりやすくで、こん中から選んでくださいをするから、それを俺お店を3つ4つあげて、うん、こん中で食べたいのあるにしてる。おーすごい、これは勉強になります。でもご飯行ってあれかんやったら嫌やもう2回目ないかなでその可能性もあるよ、この人がね僕は分からへんだから、原因はいろんなところにあるから、はい、押しすぎはやめといた方がいいですかねって。いや、いいですよね。いいよ、なんか駆け引きって言うじゃないですか、恋愛って、うん、私マジでできない。無理、ストレートにもう大好き大好き大好きって言っちゃう。いや、それでええよ。いいんですか。いい、でもダメって言うじゃないですか。だって男の人、男の人って付き合う前はすごい好き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 って言うてきて、いざ付き合いますってなったら、女の子は付き合ったらどんどん好きが増していくじゃないですか、うん、でめっちゃ伝えたら、うんみたいな、まあ当たり前でしょみたいな顔するじゃないですか。そんなことないけど、これ俺の持論ね。恋愛に関しては男は愛情の器がもう一定サイズなのよ、うん、俺がだから変わらへんねん、はい、いや100% あったら 100% までしか入れへんねん、この愛情の器が。男はね、女の人は付き合ったり結婚したりしたらこの器が大きなってくる、うん、だから今まで 100% しか入らなかったものが 200%、300% どんどん大きなっていってんねん、容量が。でも男はもう容量100までしかないから、100しか注がれへん。だから女の人からじゃあ300の器に100しかなかったら全然好きって言ってくれへん、うん、になるやん。でもそんなことはない、女子の求めてる量が増えてるだけで。なるほど。でもこれをまれに男子もこの容量を増やせれる男子がたまにおるわけよ。へえ。だから1年になんか付き合ってから変わったなっていうわけではないねんって。変わったのは男ではなくあなたかもしれない。あいいよ、何個でも言うて。恋愛は追いたい派、追われたい派。これ多分ミルちゃんに聞いてるよね俺じゃないよね。だって白間さんのインスタですよね、それね。さっきからなんかちょっとおかしいなと思ってたよなんかミルちゃんに聞きたい質問を42歳のおっさん答えたらあかんよね。ちょっとお腹面白い。お腹どっちですか。でも俺は追いたい派。あ、素敵。もう私は追われたい派。追われたい派、それ好き好き言われたいもんな、うん、あ、泣くんで。じゃあもう一個終わりでええの今の今の質問はもう終わりでええんや。なんかどれぐらい追われたいとか、この白間見るのプライベート感はええんか。あなたのファンが見てるんでしょ、あなたのチャンネルですから。そら、はい、もうちょい白間見るを出さんでええんか。質問してください。質問してください。いや、追われたいんやろ。追われたい。どのぐらい追われたいの。うーん、どのぐらい。そう、毎日好き好き言われるはもちろんのこと。毎日 LINE はしたい、毎日テレビ電話はしたい。ええ、したいもうあれ、変な話、じゃあテレビ電話つないだまんまお互い寝るとかでもいいぐらい。あ、もう全然大丈夫です。すごいね、はい、そもそも好きって何ですか。どう思ったら恋愛感情との好きなのか分からなくなりました。要するにファンから来てるやつ、あなたの質問じゃないそうかもしれないです。白間さんもそれ悩んでるんでしょ今。はい、悩んでます。好きっていう感情が分からない。分かりません、教えてください先生。でも今若いね、10代とかさ、それこそ
弟じゃないけど今日好きに出てる子らぐらいの世代って恋愛の感情がわからんっていう子めっちゃ増えてるやん、うん、でもこれ俺が思うにさ好きっていう感情って何なんやろって考えてる間は見つからんと思うで。やっぱ恋は頭でするもんじゃなくて心でするもんやから、恋を成功させるために頭を使うだけであってやっぱ恋は心ですなあかんねん。ってことはやっぱ心が揺れ動くまでもうこれ時間をかけてのんびり待つしかないよね。そうですよね、うん、探してるとき本当いないです。そうそう、ほんで一番大事なのはそれでもまあ恋愛したいとか好きっていう感情が分かんないから、どうしたらいいですかっていう聞くのは分かんない。であれば恋をする可能性があるパーセンテージを広げなあかんね。だから恋をするのは難しい、好きっていう感情を見つけるのは難しいけど、その感情が見つけやすい環境に行くことはできるから、例えばじゃあ毎日合コンに行くってなったらいろんな男子と出会うわけやん。だ出会ったことによって、あ私この感情が好きっていう感情なんやって教えてくれる男子に出会うかもしれない。だからそういうことであって、やっぱりこういうもんやで好きって、って言葉で言うても多分理解でけへん。一緒におったら幸せを感じるものですって言われても、じゃあ友達でええや、うん、ってなるやん。でも好きっていう感情ってやっぱそれとは違うし、友達とも違うし親とも違うし、なんか言葉で説明できない感情が俺恋やと思うから、はい、言葉で、うん、忘れた早ない早いわ。言葉にできない、ちょっと間違ってるわ言葉で説明できない感情が恋やと思うのね。そういうことです。なるほどな、はい、だからしのまちゃんも恋愛したいんやろ、はい、好きっていう感情を知りたいんやろ、知りたいです。やったらやっぱりいろんな場に行くことが一番やと思うで。わかりました。できる？いろんな店に行って、うん、まあお店じゃないでじゃないんだ、うん、いろんな人とこの時間を共にするってことよ、はい、結局お店に行く、ご飯食べに行くとかバーに行くとか、そのお店に行ったらそこではお金が発生してるやん、はい、ってことは向こうはサービス、うん、こっちはお客として行ってることじゃなくて、並列、その利害関係がない関係の人たちとたくさん出会っていけば、その中で、あこの人ええなって思う瞬間が出てくるやろうから、そういう場の数が多いか少ないかじゃん、うん、もう恋って何ですか、好きって何ですかって悩んでる方は、その感情を教えてくれる人に出会う旅をするしかないのよ。出会う旅、じゃあ皆さん旅をしましょう。そういうことじゃないねそこだけ切り取ると、うん、あの今イベント割りやってるからどっか旅行行ってな言うてる話じゃないね。わかります。わかるな、はい、うん、出会う、いろんな人に出会う。そうそうそう、それが大事だと思う。それを壊して、うん、はい、ではここでもいっぱいお話しさせていただきました。井上さんのチャンネルの方でもお話しさせていただいたので、はい、ぜひ見てください。お願いします。この動画が良かった方はグッドボタンと、何どこで笑ってもったなんかいつも言うよねと思って恥ずかしくなってこの動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。結婚やまにしていただいて、してへんよ結婚それした人の動きやな、な、なんなんこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。薬やってんのなしてないですよ。シロな、楽しくてな、いや、ありがとうね、またいつでも言うて、こちらこそです。ありました。